イルウェさんは、パプアニューギニアの南部山岳州にある山である。標高は4367メートルで、パプアニューギニアではウィルヘルム山に次いで2番目、ニューギニア島では5番目に高い。古い縦て上火山であり、山上部は広大な鉱山ツンドラの草原になっている。古代の眼形により2つの山頂が形成されている。中央の山頂が最高峰で、そこから東に、 約2キロメートル離れたところにもう一つの山頂がある。ギルウエ山はオーストラリア大陸及びオセアニアで最も高い火山である。ギルウエ山にはもともとおよそ65万から80万年前に形成された現在の山頂と同じ高さの清掃火山があった。更新よに氷河によって山頂部が侵食され現在の山頂を形成する岩形が残された。その後、 22万から30万年前に大規模な火山噴火によって現在の縦状の山体が形成された。氷河の下で噴火したことを示す溶岩が残されている。最終表記には上部斜面は厚さ150メートルを超える巨大な氷棒で覆われており、氷の表面から手法と東方のみがヌナタ拓として突出していた。氷棒は最大で 直径1 5トルを超え、100平方メートルを超える面積を打っていた。そこから流れ出す氷河は、長さが3200-3500メートルに伸び、ティルやモレーンなどの様々な堆積物を残した。氷河は、すでになくなっているが、多数の建国や有事国が残っている。現在でも、おおよそ3400メートル以上の山上部では、時折夜間に、高層や降雪がある。 オーストラリアの探検家ミック・レイヒーと兄弟のダンは1934年に西洋人で初めてこの地域に到達しギルウエさんを発見して登頂した。しかし1935年に探検家ジャック・ハイズが自分がギルウエさんを最初に発見したと主張しこの山をミナレット山と命名した。レイヒーは1935年にイギリスに行き 王立地理学会に二つの異なる主張についての聴聞会を開かせた。リーヒーは1935年11月21日に演説を行い、翌年、王立地理学会はリーヒーにマーチンソン賞を授与し、学会誌でリーヒーの発見を発表した。ありがとうございます。